男性は本気の恋愛感情を抱いた女性にこんな態度を見せるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが出ています。登録無料になっていますので合わせてご登録ください。男性が魅力を感じた、好きになった、そしていよいよ本気で彼女と距離を縮めたい、そう思った時に見せる態度や行動にはいくつかの特徴があるんです。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。男性女性それぞれ恋愛に対する考え方や価値観違うことがある。その違いを埋めることで恋愛をうまくやる方法についてはこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていますが日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますからこちらから日程場所を確認いただいて、ぜひご都合合わせてこちらお越しいただくと、大人のための恋愛講座ということなので、割とね若い子にはわからないあんな話やこんな話、いろいろぶっ込みながらご紹介していきたいと思っていますので、ぜひこちらにお越しいただくとして、今日は男性があなたに対して真剣にお付き合いしたいな、本気で仲良くなりたいな、すごく好き、そう思った時に見せる態度や行動、こういうことをやりますよねというそんなお話です。もちろんここでご紹介させていただいた話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。下の概要欄説明欄にこれもリンク出ていますからこちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください、ということで今日は男性が真剣な恋愛感情を抱いた女性に対して見せる態度や行動、代表的なものを話していきたいと思います。そのうちの一つ目はこちらです。はい、あなたにだけの気遣いを見せるんですよね。誰に対してもね気遣いができる気遣い名人みたいな方もいるんだけども、ただあなたに関してだけはさらにプラスアルファ、またあんまりね人に対して気遣いとかをしない人でもあなたに対してだけはきめ細やかな気遣いをする。それこそね、ボールペンがちょっとなんか持ってなさそうだった、じゃあ自分のペンケースから入っていう風に先に渡してあげたり、かといってこっちの方でねボールペンないなって言ってる人がいても無視みたいな、居酒屋なんかでもね、あなたのジョッキが空いていると、あ次お飲み物何されますかということを、すぐにね声かけて、あなんか醤油いるよねっていうことで醤油取ってくれたりとかね、こっちの方でビールのジョッキが空いててもう何本もね空のジョッキが空いてるのにこれは無視みたいなね、醤油がなさそうでもこっちは無視みたいな、あなたにだけは特別扱いみたいな、そこまで分かりやすくないにしても、ちょっとこの人私に対してだけはすごく気遣ってくれてるよね、それはそうでしょ、だって見てんだもん、あなたのことを四六時中見ている、確認をしている、あなたの所作一挙手一投足にチェックを入れてるんですね。そこまでじっと見てるかってそんなこともないでしょうけど、でもやっぱり他の人に比べればさやっぱり見てしまうから、なんかね足りなそうだなということがあるならば、そこで自分が力になりたいとか、そこで自分をアピールしたいっていう気持ちはそれは男性女性ね問わずあると思うんです。だからあなたがねなんかこの人やったら私に気使うよね、なんか私のことに関してだけはやたらねきめ細やかなサービスが施される、これは一体なんだというふうに思うときはそういうね、彼はあなたに対して気持ちを抱いている、つまり恋愛感情を抱いているというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。そして2番目はこちらです。はい、内緒の自慢話なんです。ここだけの話ということで、あなたにだけは実は僕こうなんだっていうことをちゃんと話をしてくれる。これもね誰かで構わず自慢したがりおじさんみたいな人もいるから、そういう人はそういう人ねという話ではあるんだけども、ただねそんなにこう自分の話をするタイプではないし、ましてやねこう自分のことをちょっとねポジティブに語ろうとすると、それがちょっと鼻について嫌だなっていうようなタイプの男性が、あなたに対してだけはね、いや実は僕こういうこともやっていて、実はこういう形で実績も残してきたことあるんですよ、なんなら社会的にはこういう立ち位置にいるんですよということを、別に内緒にするわけじゃないんでしょうけど、あんまり大っぴらに言ってないことをあなたに対してだけは言ってくれる。それはあなたに対してだけは本当の自分をちゃんと見せておきたいな、ちゃんと自分のことをアピールしておきたいな、俺のことを見てほしいな、そんな思いがあるからこそね、
あなたに対してはそんなお話をすると、まあ、今言ったように誰彼構わず自慢したがりおじさんみたいな人とかさ、まあ、自慢したがりお姉さんみたいな人はまあそういう人だからいいんだけど、まあ、そういうタイプじゃない人があなたに対してだけはね、まあ、こっそりここでの話なんだけどねということでお話をしてくれるということは、まあ、あなたに対してまあそういう売り込みめいた何かっていうのをしたいということもあるし、自分のことをちゃんと伝えたいということもあるというお話、まあ、この話の中でもねご紹介させていただいていると思います。まあいわゆるちょっとねこうマウンティング的な態度を見せてくることもあったりするんだけど、まあ、それもねある意味愛情表現だというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあります。だからまあこの辺も言い方伝え方とかねあなたとの関係性っていうところにもよると思うので、まあ、そのあたり、まあ、日頃の彼の言動なんかとね見比べてみていただくといいのかもしれません。そして3番目はこちらです。はい、内緒のね弱みを見せるんですよね。まあ、今の話逆ですよね。あんまり大っぴらには言わないこと、別に隠しているわけじゃないんだけど、でもねあえてわざわざ人に言うようなことじゃないよねというようなことでもあなたに対しては言う。まあ実は僕これ、かくかくしかじかこういうね問題があったりするんだとか、まあ、実は今こういうことで結構へこんでたりするんだよねとかね、まあ、過去にこういうことがあってそれについてはねあんまり人に言えていないんだよね。まあ別に言うつもりもないし隠してるわけじゃないけど、でもあなたにはそれをちゃんと言っておきたい。まあ、これ一個前の話と同じですよね。あなたに対してちゃんと自分のことを理解してほしい。まあ、こういう俺だけどこれ受け入れてくれるかなっていうような、まあ、あなたに対するプレゼンテーションという意味もあるし、まあ、同時にね、まあ、ちょっと横島な気持ちで僕は君にねこうやって弱い自分も見せるんだよ、僕はこうやって君に甘えようとする男なんだ、そんなねアピールもあるということで、まあ、そのあたりもね特に中高年男性なんかでは多いんですけど、あなたに対してだけはこう甘える態度を見せるみたいな話ね、まあ、これも過去動画でご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるので、まあ、このあたりの話とね合わせてご覧になっていただければいいんだが、まあ、これもさ誰かで構わずねもう弱い僕を誰か守っておくれよとかね、私こんなにいつも被害者だから誰か助けてみたいな女の人とか、まあ、そういう人はねまあまああっち行ってっていう話ではあるけども、あなたに対しただけね弱い自分を見せてくる、甘えようとしてくる、そんな態度を見せてくるとき彼はあなたに対して愛情を恋愛感情を抱いているかもしれません。そして4番目はこちらです。はい、これ男性も女性もですね、2人の世界に入りたがるんですよね。やっぱりここで話をしたいじゃないですか。1対1でお話をしたいし、自分のことをちゃんと伝えたいし、あなたの話をちゃんと聞きたい、他の人が入ってくるとどうしてもねちょっと話しづらい話にもなっちゃうし、まあ、ちょっと空気が乱れて嫌だなって思うことがある。まあ、だからあなたが席を立った時に、まあ、彼もそれをね追いかけてきて、ちょっと2人での会話を楽しもうとするとか、まあ、それこそあなたがねコピー機のところに行きましたって言ったら彼も別にコピーするわけじゃないのにコピー機の方に来るとか、もしくは2人で会話をしている時に、まあ、誰かが入ってきました、3人での会話をすればいいのにその後から入ってきた人がそこにいないかのようにもう完全にねここでの話、あなたに対して、自分の話をする、あなたの話を聞くというようなコミュニケーションを成立させて、まあ、この人はなんか俺入る隙間ないななんていうふうにこう思わせてしまう、客観的に見るとねちょっとコミュニケーション能力としてどうなのという気がしなくもないけども、ただご本人としてはねやっぱり必死だから、まずここでの2人の関係っていうのを作っていきたいなと思うから、やっぱりちょっと他の人がいないところで話をしたい、それは今言ったように他の人を除外するという場合もあるし、あなたが一人のところを狙ってね、彼がわってこう近寄ってくるということもあるかもしれない、まあそのケースはねいろいろあるとは思うんだけど、まあ、この人普段なんかみんなの前で、ね、いる時には私とあんまり話しないのに、まあ、やたら2人になろうとするし、2人になった時にはやたら話してるよね、一体何なんだという時にはあなたのことが好きなんだというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。そして5番目はこちらです。はい、まあ、知りたがりますよね。まあ、今の話の延長ではあるんだけども、あなたの人となり、そしてあなたのね、まあバックグラウンドであるとか、まあ、あなたが今どんな生活をしているのかとか、まあ、どんな考え方を持っているのかということについて、まあ、いろいろ聞きたい、知りたい、教えてほしい、まあ、そんなつもりでねあなたについていろいろ聞いてくる、まあ、これちょっと微妙な問題なのは、あんまりね人に聞くのが得意じゃない方っていうのもいるし、また、最近だとね変な聞き方すると、まあ、それが地雷というか、まあ、それでセクハラ、パワハラ、モラハラみたいなこと言われて怒られちゃったりすることもあるから、まあ、なかなかねこう男性から女性にいろいろ聞きづらいこともあると思うんですよね。まあそういうこと全く気にしないさ、まあ、デリカシー皆無おじさんみたいな人もいるからね、まあ、そういう人は何でもかんでも聞くんでしょうけど、でもやっぱりね好きになったお相手だったりとか、またある程度この社会的な背景っていうのを考慮すると、そんなにストレートにねずかずか聞けないかもしれないが、でも遠回しにさ
なんかね、休みの日とか何されてるんですとかさ、ご家族とかはどうされてるんです、あ、お一人暮らしなんとかね、あ、結婚とかは、あ、されてるんだ、へーとかね、まあそういう形でちょっとね、まあ聞きづらそうにでもいろいろ聞いてくる。それは先ほど申し上げたようにね、全くあなたに関心がなければ別にそういうこと聞きたいでも、まあ、聞いてもしょうがないというか、まあ、聞く意味があんまりないので、まあ、社交辞令的にさそういう会話をするかもしれないが、でも社交辞令でさあんまりプライベートな部分に突っ込んで話をするってことはないので、まあ、そこそこいい年した大人の、ね、男性があなたに対してプライベートな領域に、やや聞きづらそうでもね、まあ、頑張って聞こうとしてきてるということは、まあ、それなりに、ね、覚悟を持ってというか、まあ、それなりにリスクを背負ってね、そういう話をしてきているというふうに、まあ、思っていただいていいのかなと思います。先ほど申し上げたようにね、まあ、どうしてもこうそういうことがあんまり得意じゃないっていうかね、まあ、あんまりこう人に質問したりするのがお上手じゃないなっていうふうにこう自分で考えてる人とかはね、どうしてもこう話が遠回しになってしまって、あなたからすると、あ、なんか私のこと聞いてこないからそんなに好きじゃないんだっていうふうに思ってしまうことあるかもしれないが、まあ、よくよく聞いてあげていただくと、あ、なんかちゃんと聞こうとしてるんだ、あ、遠回りしてるけど自分の話を結構なんか質問とかしてるんだこの人っていうふうに思えるんだったら、まあ、それはねそういうことだというふうに思ってあげていただいていいのではないでしょうか。そして6番目はこちらです。はい、会う理由をね作るんですよね。まあこれは男性女性ともにそうだと思います。やっぱり好きなお相手だし、まあ、そういう人との関係をね真剣に深めていきたいなと思うから、まあ、自分のね多少の時間を調整しても多少のそこに負担が生じたとしてもあなたと会いたいと思う。ただ一方的にね会いたいと言ってもあなたが会ってくれるかって言ったら分かんないじゃないですか。まあ、それこそねこっち忙しいからっていうふうに言われても困るし、なんでっていうふうに言われても困る。まあだからその理由を作るんです。わざわざねそれっぽい理由、この間借りたね DVD ちょっと返すよみたいなね、まあ、今時 DVD の貸し借りはしないと思いますが、まあ、本でもいいんです。まあ、もしくはね、何かこの間知りたいって言ってたよね、それ僕調べたからそれねちょっとレポートにして持っていくよみたいな、いやそれメールで送ってくれればいいから、いやいや持ってくみたいなことでとりあえず会おうとするとか、あ、この間なんかあそこのお店行きたいねって言ってたよねって、俺あそこ今度行こうと思うから何だったら一緒に行こうよとかね、なんかあれだよねこの間こういう勉強したいとか言ってたよね、俺ねそれについての参考書持ってるからそれ貸してあげるよ、持ってくね家までみたいな、いや別に家まで来なくていいから会社で渡してよ、いやいや家まで行くからとかね、まあそのコミュニケーションのあり方とかね、まあ、相方っていうのはいろいろあると思います。ただ普通にさ会いたいなっていうふうに言ってくれればそれはそれで分かりやすかったりするんだけど、なかなかどうしてそこまで言えないっていうか、そこまで関係がはっきりしていないから、まあ、彼としても、まあ、それなりのねそれっぽい理由をわざわざくっつけてきて、まあ、会う理由を設定しようとする。だからこれはね先ほど申し上げたように彼に限らずあなたもね、この人ともうちょっとこう会いたいなとかもうちょっと話したいな、いやでも会う理由がないから、会いたいから会いたいっていうふうに言ったらどうだろう、引くよな、じゃあちょっとなんか理由をつけて、ちょっとなんか DVD 返しに行くみたいなね、そんな話になることもあると思うんですよね。まあそれと同じだというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。そして7番目はこちらです。はい、あなたにだけの愛情表現なんですよね。他の人にはねそういうことはあんまりしないんだけど、またあんまり言わないんだけど、あなたに対してだけは、本当にね困った時に助けてくれる、常にね先回りしてあなたの気持ちに寄り添って力になってくれるとか、まあ、言葉でね、好きって言ってくれるとか内面を褒めてくれるとか、まあ、その愛情表現のあり方ってのはいろいろあるでしょうよ。ただ一般的に見てそれって愛情表現だと言えるよねと思えるようなことをあなたに対してだけはする。まあ、それこそね言葉で好きとか、可愛いね綺麗だねそういうことも含めてね、これもまあ誰かに構わずね好きって言いたがりおじさんとかさ、もうあちらこちらに愛情表現したがりおじさんとかもいたりするんで、まあそういう人はさ、まあどっか行けっていう話だってね、もうあっちでも好きって言ってるしこっちでも好きって言ってるし、なんかね電信柱にまで好きって言ってるみたいな僕みたいな人ともたまにいるんで、そういう人の話はさ全く聞かなくていいんです。だけどもあなたに対してだけね、まあそういういわゆるあこれって私のこと好きなんねっていうことがはっきり分かるような態度や行動を見せてきているんだったら、まあそりゃそういうことだよねというふうに思っていただいていいんじゃないですか。まあその愛情表現のあり方っていうのは、今申し上げたようにいろんなパターンがあると思います。まあ特にねおじさんなりの愛情表現っていうのはよく分かんなかったりすることもあるんだけど、まあこういう態度で見せることもありますよねっていう話こちらでご紹介させてあげました。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるんで、まあ、このあたり見ていただいたりしながら、他の人にはやらないけどあなたに対してだけははっきりと好意だと分かるような態度や行動、それは僕は他の人にはやらないけど君にはちゃんとこういうことやってますからねっていうような、まあ、アピールもね含
みながら、あなたに対してその気持ち分かってほしいな、受け入れてほしいな、なんだったらもっとお近づきになりたいな、もっと言えばお付き合いしたいぞとぐらい思っているというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。もちろんね、細かく上げていけばこれの限りではなくて、いろんなパターンであなたに対してコミュニケーションを取って、あなたに対して自分の気持ちを伝えていこうとする方法っていうのはあると思います。まあだけどもこのあたりの話ってさ、大変分かりやすい話なので、彼がねあなたに対してこういう態度を見せてきてるんだったら、あれ一体なんだこれと思うのではなくて、あ、この人私のこと好きなんねというふうに、まあそのまま受け入れてあげていただいて、あとはそのね受け入れた彼のメッセージをどっかにね投げて捨てるか、ちゃんと彼にお返しをするかっていうのは、まあ、そこはあなたの選択、あなたのご判断ということになるので、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。